銀さんに何でも聞いてみよう、イエーイ。じゃあ自己紹介どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。はい、市会議員の松本のり子です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの先日ですね、はい、東灘区ジェンダーしゃべり場に平井光子先生に、ね、はい、来てもらいましてですね、はい、まあ、あの平井先生といえばあの映画教育と愛国にも登場されて、うんうんうん、大阪の公立中学でずっと、平和と戦争の歴史とかですね、あとあの慰安婦の問題とかを教えていらっしゃるということで、うん、あのいろんな話してもらいましたけど、うんうん、なんか私主に泣いてたんですけど、いやもう私も涙ずっと出てました。みんな泣いてましたね、会場がね。みんな泣いてましたよ。私の両隣も泣いてたし、もう私あれでも一応ちょっと涙をこらえながら喋ってましたが、うんうんうん、3回ぐらいうおーおーっておえつしながら喋ってしまいましたよね、うんうんうん、どうですか感想は。いや、まずあの先生の強さ、うんうん、慰安婦問題をこう広が、ね、世間に広がって、あの大阪府の教育委員会はじめ、うんうん、いろんな人からバッシング受けて、まあ、医師の吉村さんが ね、そうあのツイッターでこう犬笛を吹くような感じ で、 そうですよ、ね、うん、だけどももうほら毅然とした態度を取って、うん、結構あれ長年にわたってやられてたんですよね、嫌がらせというのか、うんうん、そこを本当に曲げなかったいうのはすごい人だなと、うん、そうなんですよ。私もあの教育と愛国でやっぱりすごく、うん、そこもやっぱ涙が出たのは、その自分が何と言われてもいいけど、うん、そのなんか要は洗脳教育だみたいなことを言ってすごい叩かれたから、その私が教えてきた教え子が、え、なんか先生僕らを洗脳したんって思われるのだけは絶対嫌やったって言って、うん、いやーすごい根性ですよね、うんうん、普通だったらね、もうやめてしまう人も多いと思うんだけれども、うん、あんなね、ボコボコにされたらね、校長も守ってくれないしね、うんうん、そうなんです、ね、すごい人だったなと思った。すごかった、うん、孫新土さんの話とか。そうです ね、 ね、一番私がそうね、自分もダメだったなと思ったのは、うん、どうしても慰安婦っていうくくりでね、うんうん、私も慰安婦の方はこんな生活だって大変だったと、日本はねまだ それについてちゃんと謝罪もしていないような話をするんだけれども、うんうん、そのね、長い人生の中でおっしゃってましたよね、先生が。慰安婦時代は5年間だけだったと、うんうん、後の長いね、まあ、80年ぐらいの歴史、そのだから名前で呼んでほしいと、自分はね、あ、慰安婦と呼ばれたくないっていうふうに当事者の皆さんが、うんうん、その慰安婦では、私は慰安婦の私じゃなくて私なんだっていうね、そう、うん、で他にも自分の人生があるんだからね、うんうんうん、そこもね見てほしいみたいな ね、 ね、確かにそうだなと思って、一括りにされたくないっていうのはね、うん、本当そうですよね、うん、それぞれ違う人生があったわけですもん ね、 ね、うん、そうなんですよ。私は平井光子先生が、まあ、男子校でですね、その授業をしたのの動画をまあ見せていただいたことがあるんですが、うん、まあ、その動画を見た時もですね、本当にこう、一番こう、グッときたというか、まあ、それも泣いてしまったのが、その孫新土さんの話で、はい、この孫新土さんがね、子供の時はすごいなんかおてんばで、こう、なんか活発な女の子で、でもなんか当時、なんか15歳ぐらいでもう、なんか、顔も知らない人と、お嫁にね、うんうん、いきなりこうお嫁に行かされて、うんうん、で、まあ、いわゆる初夜と呼ばれる夜にですね、うんうん、かもしれない人がこう触ってこようとするのがもう怖くて、もう、あ、もう思わず逃げ出したと、うんうん、で、そんな女の子がもう変わられるのも嫌だみたいな女の子が、その逃げた先で、その中国の慰安所にこう騙されて連れて行かれたと、うん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 、でそこから慰安婦生活を強要されたっていうので、まあ、その時に少しでも拒否すればこう殴打され、こうまあ暴力を振るわえ、うん、でその孫新土さん、脇腹と太ももに刃物の傷跡があり、うん、まあ、腕にその入れ墨も無理やり入れられていると、うん、まあ、それが苦痛の歴史過去をそのまま見せるっていうふうに記事にも書いてましたが、で、まあ、何度も妊娠した末に2人の子供を産んだが育てることはできない境遇だったため、まあ、人知れず中国人の手に任せなければならなかったと。で7年間多くの慰安所に連れ回され、日本の敗戦を迎えたが、その行くところがない状況でこう結婚して日本に行こうと、日本の軍人にまた騙されて、うん、ね、なんか要はその軍人ってバレたら帰れなくなるから、うん、こう夫婦みたいな、うん、この現地の夫婦みたいな風に、な、現地で住んでた夫婦みたいに、うん、こう偽るためにこう軍人に利用されて、うん、まあ、日本に行ったと、まあ、その先でその博多でこう軍人に捨てられたと、うん、まあ、その後いろいろあって、まあ、在日韓国人の男性に出会って日本で暮らしていたっていうことなんですけれども、うん、やっぱりその
その新藤さんがこう裁判をして、要は10年間ぐらいね、うん、裁判して最高裁まで行くんですけど、こう認められるんですよね、事実はあったと、うん、その慰安所でこんな目にあったって、うん、事実は認められたにもかかわらず時効でその、はい、負けてしまう裁判にって、時効だからっていうので、うん、まあ、その時に裁判に負けても俺の心は負けてないっていう、うん、もうこの言葉がね、そうですね、うん、なんか全てを表してるなって感じがしますよ ね、うんうんね、うん、強い人ですよね。そうですよね、うん、だって15、6歳ですから ね、 ね、ねえ、なんか平井先生もおっしゃってたけど、やっぱりこう生徒さんの中にはまあ中学生だしね、こうちょっと勉強ができるみたいな男の子とかが、なんか、え、でも先生な、これは韓国が外交のカードにしてるんやねみたいなことをこう、ま、言ったら、マンスプ中学生みたいな、中学生でもやるんだみたいな言ってくるんだけど、その政治の話じゃなく人権の話をしてるんやって言って、こう先生はされるっていうの で、やっぱりそういう一人の女の子がそういう目にあったっていう話をしていくと、こう子供たちの心にも届くって言ってましたよね。そうですね、うん、本当やね、うん、ね、でもなかなかこういう話、中学3年生の方に載ってるってね、先生言ってたけども、あんまりまずする先生いないですよね。うん、まあ、今は本当教科書からも削除されたりとかもしてますし、うんうん、そこはどうだろう。私私立の学校で割とその沖縄戦の話とかも、うんうん、その先生がしてくれたりとかして、うんうん、まあなんかいわゆる公立の学校に比べたら結構教わったかもしれないけ ど、ね、でもやっぱり慰安婦についてはそんなに教わった気はないですね。そうですよね、うん、私も大人になって分かったぐらいだから、うん、うん、そうですよね。だからなんだろうな、そう、その時にね、あの、お話にも出ましたけど、こう、深沢牛尾さんっていう小説家の、はいはい、あの、在日コリアの小説家の、うんうん、翡翠色の海へ歌うっていう、はい、あの、沖縄に連れて行かれた、うん、こう、で、地上戦に巻き込まれた、その、慰安婦の皆さんの話が、小説になって、こう小説としてもすごくね、やっぱりこう読んでて辛いけど、ものすごく小説としてすごくいいんですよね。出来がいいっていう言い方もあるんだけど、面白いっていう引き込まれる話なんですけど、物資として連れて行かれてるんですよね。そうやね、物資ね、物なんですよ ね、うん、ね、でしかもその時のこう連れて行く時のこう軍人の言い様がですね、その現地 の、 その沖縄の娘たちをこうレイプ、強姦されたくないんだったら慰安所を作らせろみたいな、うんうん、とんでもない話ですよ ね、 ね、とんでもない、ね、うん、沖縄にそういうのがあったってあんまり知ってる人少ないですよね。そうです ね、 ね、その沖縄の歴史もあんまり習わないですよね。そうですよね、うん、うん、まあ、うん、姫入りの塔ぐらいだからね、習うのって。そうで連れて行かれて、うん、だからもう本当すごく深澤さんが取材をされて書いてるから、うん、やっぱりこうなんだろう、その当時 の、 その朝鮮っていうのは日本の植民地支配ですごい貧しかったじゃないですか、その土地とか仕事とかやっぱ奪われて、でその多くのやっぱり子供たちがデッチ奉公に出てたんですよね、まあ、おしんみたいな感じですよね。でなんかデッチ奉公で働いてる時にそのみんな家族に仕送りをするわけですね、その実家のお母さんとかこう弟妹のために。でもっと稼げる仕事があるよって言われて、その日本軍の、あの、元で、こう、飯炊きをするんだよ、みたいなね、その掃除、洗濯とか。で、あ、それでもっと稼げて、もっとお母さんに仕送りできるんだったらと思って、まあ、15歳、16歳、17歳とかの子が連れて行かれたら慰安婦にされてっていうパターンが、まあ、多かったみたいなんですけど、なんか、絶対、もうなんか、その話を聞いたら、その、子供をそんな目に合わせて言い訳がないっていう感想しかないじゃないですか。うん、まあ、誰もそんな目にあって言い訳がないんですけど、で本当にその孫新斗さんみたいにこうちょっとでも抵抗したら殴られて、ね、1日10人とかそれ以上のね、うん、こう男の相手をさせられてとか、でも体もボロボロになって逃げようとしたらまた本当になんか見せしめのようにもう、ね、ボコボコにされるみたいな、ね、でもやっぱこの小説読んでてもこうその中にもなんかあの優しくしてくれる沖縄の人もいたりするんですよね。すごく着物をくれたりとか、優しくしてくれるその沖縄の人がいたり、あとみんなでこう歌を歌、アリランとか歌を歌ったりとか、だからやっぱこれを読むと、一人一人違う女の子なんだなっていうのが、うん、分かって、より辛いっていう感じなんですけどね。うん、いや、本当に沖縄にそんな慰安所があって、ね、
連れてこられた人たちがそこでさせられてたなんていうのはやっぱりちゃんと出てないでしょあんまり。そうですよね、またどこからも教わらないっていう、うん、だから私も本当深澤さんの本ですごくあの具体的に知ったって感じですけど、だからやっぱ防空壕でね、あの要はその集団自決みたいな巻き込まれて死んじゃった人もいれば、あの言ったらまあ米兵に救われるみたいな形でその投降して助かった人とかもいるみたいなんですけど、でもその後もめちゃめちゃまずかしかったって言ってましたよね、平井美津子先生が、なんか読み書きもできなかったからとかね、ね、なんかもう一生貧しかった暮らしで、辛かった暮らしで、あばら屋みたいなところに住んでたっておっしゃってましたよ ね、そうだからその戦争が終わってもその苦しみっていうのは続いたっていうようなお話も聞いたりとか ね、辛いね、ね、だからなんかこういう話になるとそのでも当時はどこの国もやっていたとか、その他だってやってただろうとか、でも他の戦争でも例えばそのじゃあ現地の人、まあ確かにそうなんですよ、現地の人をこう強姦してとかって話して、まあそれこそベトナム戦争とかでもよく聞くじゃないですか。そういう話じゃないと思いますね。そうそうね、どっちが悪いとか誰が一番悪いみたいな競争じゃないじゃないですか。で他のも悪かったから俺たちは悪くないとかでもないし、誰もそんな目にあっていいわけがないんだから。結局じゃあどうやってそういう歴史から学ぼうって話じゃないですか。戦争の時にはやっぱりこういう本当にひどい目に、まあもう無差別に民間人が殺されるし、こんなひどい性暴力、戦時性暴力とかもあるんだから、で子供ですよっていう、だから子供までそんな目に遭うんだから、もう二度と繰り返さないにはどうしたらいいかっていう、それを学ぶ話じゃないですか。どっちが悪いとか、なんかこっちあんま悪くないとか、そういう話じゃないですよね。って思いません？思いますよ、だけどなかったものに従うわけでしょ、ね、日本はね本当に、だから全然そのあの戦争からの教訓を学ぼうとしない、だから今怖いですよね。そういえば石破さんが総裁になって、であのアジアの中で NATO 軍作るみたいななんか言ってますよね。核シェアリングとか、怖いよね、ねえ、だってそのこう戦争に行けって言われて行かなかったら極刑でしょみたいな、そういうなんか恐ろしいことを結構過去の発言もしてて、だからこの前私あの太田恵子さんのボイシーに出て、であの小池さんもね、アキラも飛び入り出演をされて、で喋ってた時もやっぱちょっとその話したんですけど、なんかそのあの日ちょうどそうあの決まった日だったから、はい、27日ね、石破さんに、そうそう、だからなんかみんなちょっとどっかでね、あもう高橋さんじゃなくて、そう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 、なんかもう局みたいな人じゃなくてまだ良かったみたいな感じだったけど、いやいやみたいな、人間の言葉が通じるから石破さんがマシみたいな、なんかおかしい、最低限の話でマシとか言うのおかしいよなって思いました。でも同じようなもんになってきたね、だんだんと蓋を開けたらみたいな、蓋を開けたら、結局選択的夫婦別姓もそのね、あの選挙の前はこうなんか自分は賛成寄りだみたいなこと言ってたけど、結局あのね、あの公明党との合意書の中に載ってないとか、 やっぱり何回目、みたいな、そうやね、うん、怖いよね本当に。 いや私たちもね、ほら東南アジアのようなあの絶対に戦争しないって話し合いで解決しようっていうのを北東アジア、平和のあれ、あれを北東アジアでも作りましょうよって呼びかけてるのに、ね、このアジアで NATO 軍作るたら偉いことやね。偉いことですよね。もう真っ向から勝負しないといけない。本当になんか、ねえ、どんどんなんかこう、右傾化していくし、だってあの石破さんがなんかこう、なんか本当のなんていうの、極右みたいな人からは、なんかあんな左側みたいなこと言われても、どんな世界観と思うんですけど、ね、ちょっとまともじゃないですよね、国がね。怖いな。そうそう、その、平井先生のね、本の中に、その、戦争、死に物狂いで頑張るとかね、そんな言葉があるけども、それは死なない。死ぬ気で頑張るとかいうような意味で、ただ、その、あの戦争で、死ぬための作戦があったと、それは特攻隊だったりって書いてあってね、はぁ、本当そうだなと思って、これからは、だから、戦争って言ったら死ぬための作戦をどんどん作っていくわけですよね。もう人類はいつまでやっとんねんって思うんですけど、ね、いやだからあんなひどい、まあ、第二次世界大戦があっても二度とやめようってもう
それで今までこうねやってきたんちゃうかって、ねうんね、妥協したりとか、ね、そう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 話し合ったりとかしながら、うん、いや本当でもねやっぱ学ぶっていうことの大事さだなと思いました。やっぱりその、ねまあ、ドイツとかだとこうナチスのそのね、うん、こう過去の自分たちの国がやらかしたことっていうのも徹底的に教わって、なんかその街中にもねそういうのがあるっていうこうな、ねうん、要はホロコーストの後みたいな、うん、でそういうとこにこう子供たちもこうなんか遠足で行ったりとかして学ぶとか、やっぱりそれは二度と繰り返さないためにじゃないですか。そう 日本は違いますもんね。その教科書から削除しようとしますからね。そうそう削除するし、まあチランには確かに特攻記念館みたいなのがあるけれども、うん、なんか勇ましく出ていったんだみたいな感じで、うん、あれはね作られてるしから、うんうん、だから全然学ぼうというものがないですよね。だってなんか隣翼とかでも、はあはあ、その例えばこうあの主人公のトラちゃんの夫の雄三さんにしても、うん、その優しいお兄ちゃんにしても専拍子っていうのでこう届くんですよ。でも専拍子って、まあ、実質餓死なんですよね。だから多くの人があの要はこう少量も届かない、その要は食料だって薬だって何も届かないっていう補給がない中こう、うん生かされたっていう。そうですね。で、その、総力戦研究所っていう、うん、あれも史実で、うん、その、実際その、三淵さんっていう、その、モデルになった方の夫さんが、光一さん役の、うん、その、ね、いて、こう、すごい当時のエリートたちが、ありとあらゆるシミュレーションをしたけど、絶対負けるっていうのが、もう出てたのに、その結果を隠して、で、新聞にはなんかこう、いけ火の玉みたいな感じで、ね、なんか日本軍大勝利みたいなんで、うん、こう、嘘ついて、こう、国民を、戦争にどんどんね向かわせたっていうのが、そうですね、ねえ、うん、本当ですよ。あのだからやっぱり歴史を学ぶのが大事っていうので、私あの時もお話ししましたがですね、うん、進撃の巨人、はい、はい、こういうですね、多分松本さん絶対見れない巨人が人間をパクパク食べるっていう、はい、あのそういう世界のですね、あのセリフがあるんですけれども、うんうんうん、はい、君たちに責任はない。同じ民族という理由で過去の罪を着せられることは間違っている。うん、お前たちも世界の憎しみを一心に背負ういわれはない、うん。だが、この血にまみれた愚かな歴史を忘れることなく後世に伝える責任はある。うん、これだと思うんですよ。すごいね。そう。いいこと言うでしょ？ね、この人。へぇ初めて見た進撃の巨人のコミックス、はい。はい。そうなんです。なるほど。だからやっぱり、その、直接私たちは手を下していない、うん、でもだから直接的な責任はないけれど、やっぱり伝えていく責任があるっていうことですよね、うんうんうん、その歴史を泣き物にしないっていう、そうやね、うん、だからやっぱり歴史はきっちり史実をちゃんと見ないといけませんね、うん、そうなんです。石破さんに言わないかね。石破さんには、なんかないんですか、機械機械ね機械、そうそう、ちょっと長町ブロウロしてたら会う機会もあるかもしれないですね。それこそ小池さんに言ってもらわないかんね。本当ですね。うん。あの、まあ、小池さんも別になんか、あの、通りすがるでしょう。あの、トイレとか国会の。なんか、そういう時にちょっと頼みますよ、みたいな。それで解決したら、そんな楽なことはないんですけどね。いや、本当言ってもらわなかった。そうですね、うん、本当に、うん。本当に。そうですよ。で、あの、その時に私がおすすめした、うん、あの、この日韓のモヤモヤと大学生の私。はい、これはですね、日韓のモヤモヤと大学生の私というのが、K-POP などきっかけに韓国に興味を持ち日韓関係の歴史を学び始めた学生たち。しかし、ネットや家族、友人の言葉になんだかモヤモヤ、それはなぜか自問し語り合い、モヤモヤの根源を探りつつまとめた日韓関係超入門書になります。これすごい売れてるんです。第2弾も出て、お月書店から出ておりますよ。いっぱい付箋がありますね。はい、勉強してます。まあ、本当でもね、基礎的なことが載っていて、うんうんうん、あの例えば、日本って全然寛容で親切な国じゃないのとか、韓国の芸能人はなんで慰安婦グッズをつけてるのとか、植民地支配はそれほど悪くなかったって本当とか、韓国のアイドルはなぜ兵役に行かなければならないのとかね、まあ、どんな風に歴史と向き合えばいいのかとかですね、あと、まあ、あの今もあるその朝鮮学校に対する差別とかですね、朝鮮学校の歴史とかですね。そうなんですよ。そうなんです、あの市会議員でも神戸の市会議員でも、うん、あの朝鮮学校に、うん、補助金出すなってこの間質問する人がいました。あの人、うん、あの人か、うん、ちょっと寝るような人がいるんですよね笑いながら言うことでもないんだけど、そうですよね、本当に、でも、うん、本当におかしくて、他の
学校には、で外国人学校には出してるんですよね。なんか例えばフランス学校とかドイツ語学校とか、まあ、中国学校にも出していて、まあ、要はその朝鮮人学校だけには出すなっていうことなんですよね。要するに北朝鮮とつながってるみたいなね、修学旅行に行ってるってね。でも差別っていう名前 の、あの映画も見たんですけど、本当にそのもともとの朝鮮学校の歴史っていうのはやっぱりこう日本で生まれた子どもたちっていうのは言葉を学べないし、その読み書きも朝鮮語の読み書きもできないから、まずはその言葉とか読み書きを学ぶために作ったっていうのがその朝鮮学校の始まりなんですよね。でそのでも結局そのどんどん潰されていっちゃって、そうなんです、そうそう、どんどん潰されていって、で、日本政府と GHQ は在日朝鮮人を危険視し、朝鮮学校を強制閉鎖するなど弾圧を加え始めたんですね、冷戦下に、はい。こうした弾圧に反対して、阪神地区では1948年、阪神教育闘争が繰り広げられました。この運動の過程で、当時16歳のキム・テイル少年が警察官の発砲により亡くなる事件まで起こりました。そうで、その後も、60年70年にはですね、大学生の極右組織による差別扇動の影響を受けて、超高生襲撃事件っていう、その集団暴行リンチ事件が多発してるんですね。中には殺人に至るケースもあった。あとこれは私もすごい覚えてます、90年代チマチョゴリ切り裂き事件、朝鮮学校に通う女子生徒らに対する攻撃も活発化した、その裂かれる。でも本当にね、その北朝鮮がその拉致をしたりミサイル撃ったりとかしても、その今ここにいる朝鮮学校の生徒の子には関係ないわけですよ。そう、その子たちがやったわけじゃないんですよね。本当なんかね、差別ですよね。本当ひどい。でもっと言ったら、北朝鮮にいるやってるのって言ったら軍部とかそのトップじゃないですか、国ので。その市民の人たちが植えてね、すごい今なんかめっちゃ増えてますよね。なんかそういう特集とかを見ると、だから巻き込まれてるわけなのに、そうよね、そう、ちょっとなんか国と民を分けて考えてくださいよっていう、ね、本当、本当に本当にそう思いますよね。どうでした、あの時、あの時っていうか、先日のあのお話を聞いて、どの辺で皆さん泣いてたんですか？あ、平井先生の、その先ほどの新藤さんの話ですよね。あれは、あの歴史ね、新藤さんの歴史はもうみんな泣いてたね。泣きますよね。猫の尻尾が、すいません、ね、猫の尻尾がスマホに。はい。いや、そうなんです。で、あの時に、またも私は虎に翼の話をしてたんですけど、その私がこうグッときたのがですね、みんな女子部のみんなでこう海に行くっていうね、そうそう、ヒャンちゃんでもうヒャンちゃんも戦争がね本格化したから、ヒャンちゃんも国に帰らなあかんっていうので、その涼子様っていう方がですね、こうお国のお言葉でのお名前はって聞いたら、砂浜にハングルを書くと、チェ・ヒャンスクと読みます。だからその砂浜に書いたものがそのヒャンちゃんが奪われたものですよねっていう ね、その名前とか文字とか、そうで、でも戦後ヒャンちゃんは日本に来てたんですけど、こう再会してヒャンちゃんだよねって言ったら、その名前で呼ばないで、チェ・ヒャンスクは捨てたの、娘のためにっていう、あんなにヒャンちゃんって言われても、え、そうだったのにっていうね、そうやね、辛い、本当に言葉奪われたもんね、植民地になって、で、あと言葉奪われたから、文化も奪われたし、文化もね全部奪われてね、で日本に来たら来たでまたそこで差別があって、でまた戻れば戻ったで、日本に行ってたやろういうことで、同じ中韓国の人たちから差別があったって言ってましたね。あ、そうですね、この在日の方がね、だから行き場がなかったって言ってたね。そうそう、韓国に行っても在日って言われるしっていう、そうなんですよね。あと、まあやっぱり慰安婦の人たちも戻ったらそのコミュニティからは慰安婦っていうのが差別受けるとかね、だから本当に居場所がないっていう話ですね。そうだから、そうなんですよ ね、たった5年間の慰安婦生活だったけれども、その後の亡くなるまでの間ずっとそれをこう背負って生きてきてるんですもんね。あの慰安婦のこうおばあさんハルモニーに伊藤詩織さんがこう話を聞くっていう NHK の番組見たんですけど、伊藤さんがそのどうしたら忘れられますかって言ったら、忘れるわけがない、
死ぬまで無理だって言ってて、うんうんうん、だから死んだ後じゃないと忘れられないっていうね、うんうん、あれももう本当胸が痛かったんですけど、うん、だそうですよ、来る日も来る日も15、6歳の女の子が ね、1日に5人、10人、20人ってね、そうそうそう、もう考えられないよ。しかもやっぱりそうやってなぜ少女を連れてったかというと、うんうんうん、その日本兵に性病が蔓延したら困るから、そのいわゆるその売春婦として働いてた人ではなく生娘、そう生娘を連れてこいって言って少女を連れてきたっていう、それもね、本当それもねっていうね、で何回も妊娠させてね、ようそんなこと考えるよね。でも戦争ってそういうものなのよね、やっぱりこうなんていうのかな、相手を人間だと思ったら殺せないみたいなのもあるから、やっぱりこうその相手を人間に見えなくなってしまうとか、うん、まあでもその中にももちろんね良心的な人とかもいたとは思うんですけど、そう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 、だからこそ 苦しかったっていう、うん、でまあ戦時その PTSD になっちゃうとかね、そう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 、うん、そうなんですよ。あのなんかおこの辺のですね、うん、そういう戦後とか戦中とかのなんかあのドラマとか映画でなんか見たのあります？あんまりないけども、うん、私ね、あの、うん、谷村新司の群青っていう歌が好きだって、でもなんかよく歌詞聞いてたら、うん、この歌ってなんか特攻隊で出ていく時の歌だなみたいなね。そうなんですか、うんうん、そう姿形何も知りませんけど、谷村新司ってスバルの人ですよね、うん、そう、うん、群青っていう歌はね、そういう歌で連合艦隊の歌だって、これがすっごくこうね流行ってたわけですよ。お流行ってたんですか、うん、だからちょっと一瞬怖いなって思ったし、戦争のことで言えばね、まあ、ちょっと美化するみたいな感じなんですね、うんうん、そうそうそう、うん、であともう一個はあの広島の原爆のね、うん、原爆ドームのそばに、うん、そこの広島工場の女子学生がと原爆落ちた日はあの工場に、うん、あのみんな勤労動員で行ってたんですよ、うんうん、でみんなそこで亡くなっちゃったんだけども、その時に慰霊碑をね作るのに、当時慰霊碑すらあのアメリカの方はあの占領軍占されてたから作れなかった、うんうん、で原爆なんて書けなかったのね、その慰霊碑には。だからあの E=MC2 ってなんかの原爆の記号、お、うん、今もそれがあるんですよね。これなんだろうと思ったら教えてもらって。そっか、当時はその原爆という言葉が使えないから、使えなかったから記号みたいなのが書いてあったんですね。そう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 。なんかそういうものをきっちりね、本当見ていかないかんし、私たちのいるあのこの東灘でも、うん、森南の方に赤鳥居って知ってます？あの大きな鳥居さんがあるんですよ、二毛さんの上に、森南二丁目に、うん、そのね鳥居を目指してあの B29 とかあんなんが、うん、要するにあの扇の南部の方に川西航空で飛行場があったから、あ、そうなんだ、うん、もうどん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  そこにその赤鳥居を目指して爆弾落とされて、だから東灘はものすごい死者が多いんですよ。だってあの蛍の墓の舞台ですもんね、うんうんうん、あの三河公開のところに、うんねうん、だから深江、扇、魚崎ってのはものすごい亡くなって、爆弾落とされてるからずっと、うん、うん、8月6日広島に落とされた、夕方も落とされてるから、おお、そっか、うん、いやでも本当あれなんですよね、原爆もそうだし、その慰安もそうだし、もう本当無差別に民間人が殺されてる目に遭ってるんですよね。戦争ってそういうものなんだからっていう、そういうものですよね、うん、で戦争に行った人だけ祀っててさ、靖国神社とかどこでもね、うん、あの慰霊碑でもあるじゃないですか、うん、でもそうやって亡くなった人はみんな全然どこにも何にも姿形ないでしょ、うん、ね、慰霊碑にも名前書かれないし、うん、ひどいなと思う、恩給ももらえないし、そうですよね、うん、まあ、沖縄のとかもっともなんか日本軍になんか、うんね、あの、うん、要は自決させられるとか、そうスパイだって言われて殺されるとかも本当なんか ね何重にもひどいなと思いますよね、うんうん、本当に自分の住んでる町のそういう戦争の後、うんうん、そんなのをこうしっかり勉強するのもね、うん、小学校中学で教えてくれたらいいのにね。そうですよね、ね、本当に、うん、うん、そういうのもなんか結構減ってるのかもしれないですね。ね、教えてもらってないと思うわ、きっと。うん。
そうなんですよ。なのであの、まあ、平光子先生もね本出されてるので、うん、こう子供にどうやってね、うん、その先生について教えるかとか、ね、小学校の先生が読めばいいのにね、あの本、うん、本当そう思います、ね、本当に寄贈してあげようか先生に寄贈、まあ、とりあえず神戸でね、あちょっと機会言うたらどうですかまた共産党がって言われると思うけど誰も戦争誰も賛成してくれないみたいなね、オール与党だから ね、 そうやね、はい、そうですね、はい。でもまあちょっと地元でこういうね、あの平井先生読んで、まあ当日も55人とかすごいいっぱい来てくれて、うんね、お話聞いてくれて、はい、本当にねすごく良かったで す、 そうです、はい。なのであのこの深澤牛さんの翡翠色の海を歌うとか、うんうんうん、日韓のモヤモヤと大学生の私とかすごくいいので、はい、まずはこういうところからちょっと勉強を一緒に、はいはい、一緒にお勉強していきましょう、はい、はい、じゃあそういうわけでありがとうございました。ありがとうございました、はい、さよなら、はい。